はい、アニュール行きます。今回はチカランから車で3時間の位置のアニュールに2泊します。着きました、アニュール。ここでご飯食べます。平日休み取ってるんでちょっとテンションが上がってます。海や、ええー、のアイちゃん、アイちゃんなってないよ。地球は丸く見えるだろう、たけし。ちょっと丸いだろう、地球が丸いからね。久しぶりにこの絶品ランパルを座って弱いじゃん。キュウリで食べます。うん、うまい。何が入ったんだろうな。ライムとこの緑のキュウリか。トマト、ランパイが名前。ランパイって、このトマト、タイの揚げ物とエビ、これ。タケシブツブツ。ここ。This one。ほら。どっち、左見。左。おじゃ。バリみたいやん。ロンボクに着きました。バリに着いたぞ、タケシ。バリ。こんな綺麗な花見たことねえな、白の。うん。カンボジア。カンボジア。ゲットされて。すげえでけえ。どこで拾ったん？あそこ。ああ、これ？うん、ああ、これか。わあ。いいね。うん。あ、そう。海だラウス。ええー。ああ、いいね。お、部屋ですか。部屋ですか。ああ、いいやん。わ。はい、とりまかし。ええぞ。ビラステファン、ええぞ。ビラステファンがいい。ええぞ、ビラステファン、ええぞ。ここがトイ、ここがトイ。ええぞ、トイが来ても気持ち悪い。ビラステファン、かゆあすりですね。ビラ一番。わあ、すごい。お風呂はすごい。ふお。ふおじゃ、あいじゃ、ふお。ふおじゃ。怖い。庭出てみようか。真鍮かこれ。違うんか。違うな。これが庭。本物の木よこれ。カユソリ。うわ、カボチャだ。どこ？わあ。あ、じゃちょっと。どうですか、たけし。な、今のところナンバーワンか。一番。一番。一番出ました、一番。たけし。天井がなんていうやつなんかな。なんか雰囲気あっていいっすね。まあ、上が、向こう空いとるけど、まあ、クーラーは効くから全然大丈夫だし。いいね。ビラステファンがいい。海に行きます。熱っ。違うの世界に入ったよ、ドラえもんのロアにみたいね。うん。ええやん、人もおらんしさ。こうやってやるんだ。ほんとだ。なに、あいちゃん。おほう。おお。これじゃ花見でちょうだい、ここに行ってしまったよ。あ、これお湯出るん。うん。コーヒー。音、水飲もう。ダメ、瓶。
テレビを見るか。あ、しゃべって。あ、しゃべってみて。はい、じゃあ。見ようかな。フィルターと、これはうちから持ってきました。ピサンゴレンくれました。うまそうやな、これ。出来たてで熱いわ。うまい。あ、ちょっとパイナップルみたいな味しますね。お母さん、お母さん、さっきワイン行こう。黒いから。全然人おらん、私たちだけや。私たちの家みたい。まだ食べる？見て、お兄ちゃん、弟さん、走ってよ。走って勝負やん。どうしたかや。ポーズが来た。おー波みてになっとる。たけしも？たけしは？ロープ。なってる？そうなの？お母さん、子供の時もそうやったよ。いいっすね。スカブミとアニュールどっちがいい？アニュール。アニュールのどのホテルが一番好き？ここ。ここね。ビラ。うん。ボチャボチャ。ですわな。何でした？あじゃあ着替えたの？こんなとこに別荘持っとったらほんま最高っしゅ。こんなとこに別荘持っ。ビラステファンがいい。ここにも。ありますね。明日アストンホテル行くけど、こっちの方が良かったな、たけしな。大人だったらアニュールに家建てたらいいじゃん。ねえ。アニュールに家建てたら。うん、ちょっとチンコが見える。チラって。タクシーが来た。ここ使い放題らしいです。夜ご飯は近所のあのレストランでオーダーできるみたいです。新しい水着ね。もう水着しか着んからな。うん、普通の服着んって言うからこの人。私も吉部もこれしか着ん。誰もおらんから。自分の家みたいよ。ビラステファンがいい。いやどうですか？一番え一番ええな。はい、これが夜の感じです。何でも見えない。空が綺麗よ。空が綺麗よ。だって。だけしダメよ。まあね。行くで。行くで。はい、わかった。はい、昼と同じとこまた来ました。あーこれ、これ焼くんだって。うん、黒ダイヤ。はい、タクシー食べたのは黒ダイヤ。こうやって焼くんだ。あー、そうやったらこっちかんだよな。いやマジでな、家欲しいな、アニュールにな。土曜日と日曜日だけアニュールで、金土日か。くる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 回っとるから。そうね、さっきのタイ、これとタイとご飯。はい、僕らの家です。ようこそ。専用の家。結構クラブクラブ座らわな。うん、波の音は全然聞こえない。なんで？近くで見える。ああ、空ね。うん。ああ、星ちょっと見えるな、向こうに。はい、今6時です。朝はこんな感じです。コーヒー作りますわ。せっかくなんで外でコーヒーを飲みます。
まだね、潮が満ちてるんで泳いだらダメって言われましたね。僕岡山出身なんですけど、アニュールの海は岡山の海の色とちょっと似てますね、なんかね。いいな。プライベートビーチっていうんじゃないけど、一般の海水浴場とこうやってつながってますね。あれは波稽古だけな。朝食はパンと牛乳とオレンジジュースと、まあ、シリアルか。おたメロンだって。分かった、おててと一緒に触らない。お母さん、おとい取って、お母さん、ナシゴレンと、こんな感じですね。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、もう一組お客さんいるんですけど、ほぼ貸し切りですね。ビラステファンがいい。止めてやるの。うわー、入った。ヤスの木取るよ。あえて取んだね。どうやって？ああ、棒でツーツーしてから。ここだっけ？うん。ラバムダーだ。ラバムダーや。いや、ラバムダー。インビサディジュースや。ブルンビサ。ブルン、ガビサ、ガビサ。インビサディエスクラパ。ああ。いや、エスクラパ。カウディジュースがビサは。いや。はいはい。ココナッツはできない。ココナッツやる、ココナッツ。ココナッツできて。おお、人がやべえ。休みだからな、今日は。来たぞー、泳げよー、ゴー。来た。なんか来たわ。はい、今回のミラはこんな感じです。今までチカランから行ける海のリゾートとしてアニュールとかスカブミとか行ってきましたけど、アニュールのこのビラが一番いいです。雰囲気もバリっぽくっていいっていうのと、あと貸し切り感がねすごかったですね。まあ、バリとかロンボクとかね、そんなに比べたら大したことないと思うんですけど、チカランから3時間ちょいで行けるレベルでこういうところあるっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思います。これからちょっとアストンアニュールに行ってきますんで、それもビデオ撮りたいと思います。行きます。アストン到着しました。パーキングして、それから入ります。あんなとこブランコあるよ。一応砂浜もあるんだな。こんな感じ。マジで？あ、ハロー。あビラステファンがいい。冷蔵庫ね。で、トイレがこんな感じですね。はい。うん。トイレはこんな感じかな。一泊いくらこれ？サトゥーンパーティー。サトゥーンパーティー。あ、だいぶ安いんだ。フィラーステファンよりね。うん、でも部屋が全然フィラステファンがいいね。アニューで YouTube を見る男。ちょっとビーチに行きます。あー、そこレストランかな。あっとい。あそこに現地の人がいるみたいですね。ちょっと話を聞いてみましょうか。釣りしとるけど女の人の服着とるな。サウザーがいます。
おいたいた。もう一個もう一個。おいたやん。おいたやん。できない。頑張れ頑張れ。いけるいける。おおたいたいた。たけし。プールで泳ぎます。Are you ready, guys? All right, tiga, dua, satu, let's go. ビラステファンがいい。はい、ここでご飯食べます。このレストラン今回3回目です。サンバルがね、マジでうまい。あと野菜がマジでうまい。おさっきからね、でっけえかがめっちゃ来てるんですよ。ボブダーガ。行きたい場所どこですか？行きたい場所はサバン。サバン、サバンはこっちの方ね、北のところ。そのプロバーニャクっていう名前、すごく綺麗、マルディフみたいな場所。そこに、うん、でも違う場所ね。モンスターカーが。南と北、うん。全然違う場所。結構時間かかるから。うん、行けるかなって。はい、どうも塩焼きです。ちっちゃいな。ビックルでもよかったんじゃん。この野菜がマジでうまい。さっきの昼の食べたやつ。結構にぎやかな。Yang berada dari Sunset Cafe. Kami informasikan lagi untuk acara live agus ini kita sama.ずっと寝るやんこいつ。おはようございます。これからちょっと海に行ってご飯を食べます。たけしがカニ取りたいって言うんで海に行きます。美味しそうやん、なんかパンとかな。あ、チョコレートあるやん。あ、ミーアヤムだ。なんだろうこれ。左右。ブブラヤ。マジ。ジーン。アホが動き出しましたわ。たけし、ご飯食べようよ。じゃあ帰りましょうか。3時間10分。はい、アニュールですけど、最初ちょっと残念な感じがしたんですけど、まあ一泊してみればまあ普通かなと思いました。値段も安いし、砂浜に直で行けるアニュールのホテルってあんまりないんで、選択肢としてあれかなと思いました。ただ今回気づきがありまして、アストン先に行っときゃよかったなと思いました。じゃあね、どっちもアストンもヴィラ・ステファンもね、楽しめたんで、次からそうするようにします。はい、今回は以上です。明日次はね、どこに行こうか。まあなんかいいとこあったら教えてください。はい、今回は以上です。明日バイバイ。
バイバイ。